おっす、エテポンゲです。今日もね、無料の11連、2周年、星のドラゴンクエスト2周年、のやつね、これ、回していこうか。今日はこっちから先に回す。こっちから回します。で、なんかさっき、お知らせ見てたんですが、秘跡のイベントがまた来てるっぽいね。これは、周回またしなきゃいけない。もうけどね、秘跡ね、あ、魔剣士さんでした。はい。秘跡はね、なんかどれを置いときゃいいか分かんなくて、どんどん溜まっていっちゃうよね。倉庫が実に圧迫されております。だからちょっと秘跡に関しては、いらないものは本当、どんどん売っ払っていこうと思います。もう本当、めっちゃあるんよな。どれもなんかいろんな組み合わせ置いときたいからさ。あ、ちょっと待って、ちょっと髪の毛食ってた、髪の毛食ってた。だからまあいいものだけね置いて、あとは売却ねしていきましょう。あ、ついでにあれ、経験値も確か結構もらえなかったっけ、秘跡のイベントって。どんどんね、周回していきましょう。はい。では、回します。もう、ロト券、一本狙いで。ロト券一本狙い。昨日の動画では、ロト券出た報告がございました。ちょっと固まった。ちょっと、マウスが、ちょっと。頼むよ。はやぶさでもいいよ。はい。いや、いいわ。瞑想出ました。うん、無料だしね。うん、無料だし、贅沢言っちゃいけない。瞑想もらえたってだけで、これは感謝しなきゃいけん。うんね、プラチナ装備も一式揃ったし、いらねえよ。危ね、騙されるとこだった。危ね、騙されるとこです。はい。あ、プラチナソードあるし、うん、ちょ、はい。まあ本日はね、まあどっちかというと外れかな、今回は。まだけど続くんでね、この無料11連まだ続きますんで、なんとかロトの剣を引っ張り出したいと思います。はい、はい、では本日はここまで。お疲れ様でした。ありがとうございました。